はい、こんにちは。札幌占い美容師さん山橋の後藤です。今日もご視聴ありがとうございます。今回は、ブリーチをですね、完全に強いブリーチではなくて、ほぼバージンヘアの状態なんですけれども、こちらに、通常2倍とかでパウダーブリーチって溶きますよね。これ、1対10なんですよね。でパウダーブリーチが1のオキシ10ですね。っていう感じで、かなりほぼオキシっていう感じです。これ皆さんどういう風に染まると思いますかね。オキシが多いからすごい明るくなるんじゃないかとか、もしくはなんかあんまり染まらないんじゃないかとか、皆さんいろんな意見があると思うんですけれども、ちょっとやってみます。で、こちらの1対10のオキシを、時間がですねちょっとないんで、ダブルカラープラスカットで2時間1時間ぐらいで終わらせようかなと思ってるんで、ダブルカラープラスカットで1時間ちょっとぐらいかな。で、ちょっといきなりブリーチから入ります。でこちらを、シャンプー台の方で普通に塗ってると時間が足りないので、シャンプー台でこれをつけます。はい、で混ぜてから時間経たないと結構なあのアルカリの香りがして、結構刺激臭なんで、少し時間を置いてからがいいと思います。ではシャンプー台に行ってやってみます。はい、どうぞ。はい、今シャンプー台の方で、髪の毛を濡らして、若干シャンプー剤をつけた状態で、ブリーチをつけました。でブリーチの濃度は、パウダーブリーチが1に対して、オキシが 6% のオキシが10ですっていう感じでやってます。で、バージンもなので、あまり痛ませたくないなっていうのもあって、今回オキシを、多くしてるんですね。それで皆さん知ってますかね、オキシだけを皮膚に塗っとくと何も反応しないって知ってます？結構オキシが、オキシを多く入れたらすごい痛むんじゃないかとかって思ってる方が多いと思うんですけど、オキシ単体で考えると塗っといても特に問題はないです。ただ切り傷とかすると反応してしまうので、オキシが、痛くなったりとかね、手に残留アルカリがあったりすると反応して白くなったりする場合があるんですけど、特にオキシっていうもの自体は 6% であろうと何パーであろうと、すごい高いのは別として 6% ぐらいのオキシに関しては全然大丈夫なんで、で今回10倍入れたっていうことはパワーをちょっと弱めたっていうような感じで捉えられるかなと思います。はい、で、シャンプー台でちょっとつけたんですけれども、ここからきれいに塗っていきますね。で濡らすポイントとしては、ドライの状態でやってしまうと、もちろん浸透率が悪いんですよね。なんか想像してみてください。乾いた毛髪内部っていうのは空気がたくさん入ってると思うんですけど、その空気とかが毛髪内部は中の空気がその反発させて外に出そうとしてしまったりとかしますよね。なので浸透がしづらいんですよ。なので一番いいのは髪の毛をお風呂につけた状態まで中の、空気を取るというか、そのぐらいの方が浸透率は上がるわけなんですね。で水があった方が薬剤というのは滑りやすいので、間違いなくウェットの方がダメージも少なく、摩擦もがまず少ないですね。なのでドライで塗ると時間もかかるし、タイムラグもかかるし、ただ怖いのはオキシパウダーオキシが1オキシが2倍とかでやる場合はシャンプー台のうちはちょっと危険です。もうすぐ色が出てしまうんで、今回は10倍っていうことでやってるんで、そういうことができます。まずこれでベースを作っていきます。この時点で今10分ぐらいなんで、ちょっとずつ今上がってきてるんで、この上がり方がスムーズにいくんであれば1時間で入れるかなと思います。皆さん営業では真似しないでください。でね、結構髪の毛のブリーチの難しいところってあると思うんですけど、塗布量とか、あと髪の毛の、例えばこう髪の毛がこうあったら、説明しながらやってる場合ではないんですけど、
髪の毛があったら、ここの本数とここの本数って違うのは分かりますよ。これ、そぎが入ってない毛髪だとしても、絶対ここは生え変わりの毛があるんで、ここが100本だとしたら、ここは80本なんですよ。極端にそぎが入ってれば、ここが100本で、ここが40本ってこともあるんですね。ということは、この40本のところは簡単に塗れるんですけど、この100本のところっていうのは、すごくもう薬剤がつきづらいですね。なので、ここもしっかり塗っていかないと、ここが黒帯って言って染まらないことがあるんですね。なので、中間、根元から中間ほどしっかり塗っていくってことをしていかないと、仕上がった時にここだけ色が入らなかったりします。なんでそういうのをちょっと防止していった方がいいかなと思いますね。あと表面の方がね、すごく染まるので、もうすでに染まってるんでちょっと急ぎますよね。あとブリーチで怖いのが過剰反応なんですけど、たまにすごい熱を持ってしまってる時とかってある時が皆さんあると思うんですけど、すごい熱くなっている時、あれはかなり危険で髪の毛が溶けちゃう可能性があるので気をつけてください。でね、本当はブリーチこそチェックが非常に必要でですね、何度もチェックして、いかないとムラになるんですね。なんでブリーチがきれいに塗れる人っていうのは、多分カラーめっちゃ上手な人だと僕は思ってます。なので、ブリーチが上手な美容師さんはカラーが上手な方ですよね。多分一番難しいと思うんで、均等に塗るのが。はい、で、僕のやり方なんですけど、もうこれでシャンプー台行って、あとはシャンプーを混ぜながら全体均等に塗っていくっていうような感じなんで、基本席ではまあこんな感じですね。あとはシャンプー台寝た状態ですね。それでシャンプー台をつけて、ちょっとやって全体に揉み込んでいって、ベースを作るような感じで、まあ、結構簡単にやっていきます。はい、では全然早いんですが、これで、シャンプー台で揉み込んで、まずブリーチを終わらせます。はい、今で15分ぐらいです。シャンプー台の方で、ブリーチを、シャンプー台でブリーチをなじませてですね、で全体にちょっと少し2分ぐらい時間を置いて塗布して、で流しました。でその上に今トナーを入れてるんですけれども、まずスローのピンクの、8トーンを全体に、シャンプー台で塗布しちゃいました。で、根元の方がからちょっと若干ここグラっぽくしたいんで、根元の方に、スローのですねグレーカラーのピンクの、8トーンをちょっと足したいなと思います。ここだけ。あとこの中の方の毛にはちょっとポイントカラーでバイオレットをちょっと入れたいなと思います。まあそんなに激しい色っていう感じじゃないんで、ここにバイオレット下に入れて、まあ、表面かぶせるような感じで全体はピンク系ですね。なんで今まず根元をちょっと塗って、それからこの辺にバイオレットを入れて、で流すと、でカットする感じです。急ぎます。はい、今これはグレーの6ピンクを塗っております。まあ根元からグラつけたいんで、ちょっと根元にちょっと塗っております。で、ブリーチ後の残留アルカリっていうのが確実にブリーチ後あるんで、まあその辺もちゃんとですね、把握した上でちょっとやっていった方が、いいです。間違いなく今毛髪内部アルカリ残留しております。そういうのをちょっと頭の中で考えながら、どういう手術をしたらいいのかっていうのを、ちょっと考えていきながらやっていきますね。まあカラーのね放置適正時間っていうのがあるんで、まあシャンプー台で塗ってるのはそういう意味もあります。いかに早くつけとかないと、メーカーから決められている放置時間っていうのがあるんで、まあ、それはやっぱ守らないとなっていうのがあるんで、無駄なところは省いてますが、置かないとダメなところはちょっと置いていこうと思います。はい、今度ですね、ボンのくぼから下、顔周りのこの辺ですね、下の方から、
このネープの方にかけて色を変えたいんですよね。こうちょっとトーンを下げて、ちょっとコントラスト、下ろした時のコントラストをちょっと作りたいと思います。で、同じメーカーだと馴染んでしまうね、色の方を。今回はあえてブラウン味がしっかり入ってるマテリアの V4、 ちょっとトーン下げるんで、バイオレットの4番ですね、これマテリア、これをやっていきます。で、スロー同士でも大丈夫なんですけど、ほぼボケてしまうんで、どっちも寒色系に寄らせる色なので、ここでルベル入れることによって、しっかりブラウン味が入ってるんでトーンが落ちるっていうのと、まあ他社の使うことによってそこがやっぱりこう少し違和感が出るんで、その違和感を使っていきたいと思います。各メーカーにそれぞれ特徴がありまして、その特徴を生かしていければいいかなと思います。結構ブラウン味でトーン落としちゃった方がコントラストが出るかなっていうことを思ったんで、あえて今回は V4、 4トーンのバイオレットをちょっと選択してみました。各メーカーごとに、まあちょっとメーカーごとにちょっとわからないです、使っていいのかわかんないですけど、そこがいいところといいところが合わさって共存することで新しいものが作れると僕は思ってるんで、あえてそこは、共存させていきます。で、これ下のセクションを、バイオレットに塗って、上はそのままですね。で、結構色を変えられるときは皆さんやってると思うんですけど、結構4トーンぐらい、4トーン以上はもう絶対開けた方がいいと思うんですよね。6トーンぐらいとかじゃないとほぼ差が分かんない、もしくは色味をガラッと変えるとかしていかない限り馴染んでしまうんで、メーカーが違ったとしても。なんでそれちょっと悲しいなっていうのがちょっとあるんで、結構、まあ、今回は4トーンぐらいちょっと変えてますけど、まあ、メーカーによってねトーンの設定が違ったりはするんですが、あと少量のシャンプーがついてると比較的塗りやすいとか摩擦が少ないっていうこともあります。なので僕はまあ若干ちょっと泡立じゃないや、すすぎをちょっと中途半端な感じにあえてこういう急いでる時はして、浸透率もしくは摩擦の方をちょっと軽減させて、傷ませないような感じに作っております。あと顔周りもちょっと入れても可愛いかなと思うんで、ちょっと顔周りも若干ポイントで入れたいと思います。まあ、ちょっと今大雑把に見えるかもしれないですけど、計算して塗ってるので、まあ、頭の中で計算しておけば大雑把に塗っても大丈夫です。はい、今日も、夜遅くまで撮影ありがとうございました。はい、すごい変身したかなと思います。はい、ですので、皆さんまた早昔のチャンネル、たくさんアップしますんで、参考になるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、今日どうでしたか。いや、すごいいつも味わえないモデルみたいな感じで楽しかったです。ありがとうございます。はい、はい、では皆さんまた、じゃあありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。どうも。